い、サナエ。お前が教えてやるか？はい、何をですか？いや、冗談だからわからなくていい。ま、つうわけで、男ってのはエッチなもんなんだよ。な、どうし？てめえのは役立たずだったのかよ。てめえダメだって言ったじゃないかよ。だと？ともやくんダメなのって言ってたじゃねえかよ。なら元気なのか？思いっきり元気なのか？お二人とも、お店で騒がないでくださいね。じゃあ、なんだ、正常なのか？ってことは、あれか。つまり、まだ手を出せずにいるってわけか。悪かない、あいつはまだ学生だからな。そういうことをすれば不純異性交友になる、つまり校則違反ってなわけだ。だがな、あいつはもういい年なんだよな。早苗だってその年の頃にはもう渚産んでたしな。いいと思うぜ、俺は。やっちゃえ、やっちゃえ。トモヤ君、やっちゃえ。何をやっちゃうんですか、お父さん。なんか、私の名前が出てた気がします。そうか？はい、出てました。いたずらですか？いや、なんていうか。変なこと智也くんに教えたらダメです。お母さんみたいにスカートめくりされたらお父さんのせいです。大丈夫だぞ、娘よ。その時にはめくるスカートもないからな。え？どういう意味ですか？
渚、好きだ。そのごまかし方は私には通用しないです。ち、どんないたずら教えたんですか。ございます。その私も、ああ、智也くんには引っかかってしまいました。これ肉じゃがです。はい、お母さんと料理するのは楽しいです。お母さん、すごくドジですから。私もですけど。お話しして帰りましょう。その方が楽しいです。智也くん、起きてますか。昼間に言ったことまずかったでしょうか。ともやくんは、そんなこと絶対にできない人ですからって。お父さん、ものすごく驚いてました。あれは意味が違います。お父さんが冗談でお母さんにしているみたいなことは、智也くんは絶対にしないという意味です。だったらよかったです。
でも、普通に。普通に、その、そういうのは、嫌じゃないと思います。あの、智也くん、そういうこと我慢してるんでしたら、我慢してもらうこと、ないです。え？いいんですか？ともやくん、その、エッチなことしたくなかったですか？だったら、どうしてですか？よくわかる気がします。ですよね。私の方が考えが足りなかったです。刹那的に智也くんのこと抱きしめたいと思ってしまいました。智也くん、今我慢したいって言いました。そうです。エッチなことです。私も我慢します。ですか？智也くん、未だに私を子供みたいに思ってます。私の方が年上です。人生の先輩です。まだ笑ってます。はい、おやすみなさいです。あ！岡崎、これ持ってろ。
伝票だ。これが絶縁管。これは防水ケース。お、坊主、おはようさん。おはよう。若いの、お前さん天気予報見たか？そうか、夕方から雨らしいから気ぃつけることな。雨だけはどうにもならないからな。そうだな、親方も言ってた。降り方にもよる。ひどければ中止だ。危険だが、防水シートかぶせて手早く終わらせる。後期は待ってくれないからな。さっさとカバー持ってこい。そろそろ終わるぞ。岡崎、今すぐ防水シート2枚持ってこい。基盤と俺の手を隠すようにしろ。絶対に離すな。
寒いか？なんだそれ。降っててもお仕事ですか？本当ですか？雨降り続いたらいいです。考えが足りなかったです。休みになればお買い物とか一緒に行けます。あ、でも智也くんは家で休んでいた方がいいですか？まあ、岡崎くんかい。今日ね、大雨だから仕事休み。うん、吉野に聞いたら伝えてないって言うから、一応電話したんだけど、知らなかったみたいね。明日までにはやむって聞いてるから、明日は出勤してね。雨足がひどくなるようだったら、そこで決めるから。はい、お疲れさん。どうしましたか？それは残念でした。はい、そうします。
しました。ともやくん、迎えに来てくれたんですか？近くって、こんな雨の中でお散歩ですか？本当にびっくりしました。でも嬉しかったです。というわけで、事故には注意して頑張ってください。今日も一日頑張りましょう。あと残り何軒だ？最後の新築だけは6時にガス屋が来るから、それまでに終わらさないとな。決まってる。順番変えて残業だ。先に新築の屋内行くぞ。方には報告したから行くぞ。最後の新築に行ってからは順番通りだ。9時か10時か。そう簡単には終わらないだろうな。
次の現場から見てろ。何もするな。ただ材料と道具だけは全部足元に置いとけ。遅くまで悪かったな。送ってやるから乗れ。バカ、遠慮なんかするな。何謝ってんだ？できないのは今に始まったことじゃないだろう。気にするな。言ったこと言ってみてください。例年ならそうです。ですけど今年は違うって今言ったばかりです。トモヤ君ちゃんと聞いてました。え？寝言なんて言ってるんでしょうか。私恥ずかしいです。寝言言わないように気をつけます。夢の中のお話聞かれたくないです。タイミングが変です。はい、ごめんなさいです。
智也くんと一緒にいられないです。進学するつもりはないです。はい、そうです。でも私はただみんなが受けるものなので一緒に受けたかっただけです。ここを終わらせたら行きます。急な仕事が入った。室内機の交換に行ってた親方の仲間が車で事故った。命に別状はないが足を折ったらしく、工事できる奴が俺の他にいない。いきなりで悪いんだけど、岡崎くんさ、今晩吉野に付き合ってくれないか。室内機さ、一人で設置するの無理なんだ。天井まで持ち上げないといけないから。くれると助かるよ。あ、じゃあ吉野に代わって。室内機だ。業務用のエアコンだ。店とかで見たことくらいあるだろ。天井から吊るタイプだから
どうしても人手が二人いるんだ。結構時間がかかるぞ。帰らなくていいのか？ですか。どうしましたか？はい、わかりました。仕事を頑張ってください。ああ、室内機の取り替えはそう難しいものじゃない。ただ古い室内機の中には埃が溜まってるから、落とさないように気をつけろ。周りにはシートをかぶせた方がいい。覗いてみろ。天井ってのは案外脆い作りだ。支柱で引っ掛けてるだけだから、ケーブルの処理は必ず梁か柱にしてるだろう。エアコンなんかも一緒だ。支柱へ力を分散させて釣れば問題ない。今は見るだけでいい。一回でも見れば必ず役に立つ。岡崎、これ。
伝ってろ。工事現場台帳に写真がないといけないんだ。詳しいことは親方に聞け。格好は適当でいいから、とにかく動くな。構わん。やかましい。それらしく見えればいいんだ。初めてか。ほら、これを押していけば今撮った画像が見られる。使い捨てカメラでもできる。だがデジタルカメラの方が安い。後で元請け提出する。さあな、どっかで保管してるんだろう。なんだ、
どんな恥ずかしい写真がいいんだ。お前は俺を勝手に撮った。だから俺もお前の写真を撮る。問題あるか？答えろ。で、どんな写真を撮られましたか？判決、それは何ですか？お尻撮られたんですか？それでは行ってきます。よう。お、なんだ、飯作ってんのか？なんだか嫁に逃げられた男みたいで、情けねえ姿だな、おい。まともに作れてんのか？
どれ、味見してやろう。胡椒が足りないな。パッパッと。これだな。この苦味、これが大人のチャーハンってもんだぜ。ほら、早く食えよ。食ってとっとと遊びに行くぞ。何、死んだ魚が豆鉄砲を食らったような顔してんだよ。何、おっかなびっくりした顔してんだって意味だよ。通じねえやつだな。ああ、今日てめえ一人で暇してるって言うじゃないか。だから誘いに来てやったんじゃねえか。別に頼まれたわけじゃねえよ。ただ今日はたまたま俺も暇していただけだ。そいつらも今日はいねえって意味だよ。ああ、勝手にしろよ。しかし汚ねえ部屋だな。もっといい部屋に渚を住ませろ、バカ。そんなこと決めてくるかよ。いいか、小僧。それを考えるのも遊びのうちなんだぜ。で、てめえはどうしたい？まっちょろいことを。ない、その意見尊重してやろう。なぜなら遊びは仲良くだからだ。ピンポンダッシュなんてどうだ。ハラハラドキドキするじゃねえかよ。しっ、ノリの悪いやつだな。じゃあそうだな、大の大人が二人も揃ってんだからな。エッチな遊びするか。例えばそうだな、サナエの背中に蜘蛛のおもちゃを入れてやる。すると思わず服を脱ぎ捨ててしまうってわけだ。今のは俺のアイディアだぞ。で、なんだよ。それも反対なのかよ。
よし、じゃあまずおもちゃの調達だ。行くぞ。んなの後だよ、後。ここ、行きつけのおもちゃ屋だ。チーズ。と。甘いね。なんじゃ、お前の連れにしては鈍いやつじゃな。悪いが、そいつは素人だ。見逃してやってくれ。ふん、あんた、これが本物のビームサーベルでなくて助かったな。本物のビームサーベルなんてこの世にないぜ。まあな。いらっしゃい。ゆっくり見ていきな。おい小僧、すんげえ気色の悪いのあるぞ。見ろよ。で、作戦なんだが、どっちかが大きな雲を発見する役、そしてもう一人が早苗の背中に雲を入れる役。どっちがいい？どこにもないね。なら、じゃんけんで決めるか。それなら文句ねえだろ。なんだよ、これぐらいのことでビビってやがんのか。そんな小さな肝っ玉まで渚を守っていけるのかよ。そう来ねえとな。行くぞ。じゃんけんぽん。いいか、失敗するんじゃねえぞ。失敗したら俺が渚にしてやるからな。
なんて顔してんだよ。何を心配してやがんだ。嫌われるかもしれないとか思ってんのか。大丈夫だっと。あいつが人を嫌うことなんてねえよ。特にお前だったらな。けえ、いつの間にお前がサナエにとって特別な男になってんだよ。まあ今回は許してやる。入れろ。いいか、今から俺がサナエを呼んでくる。で、超でけえ雲が張ってる。そっちに来やがったっていうかな。お前はそれを捕まえるふりをしてサナエの背中に雲を入れる。ちゃんと「うわー、服の中に入っちゃいました!」って芝居しろよ。聞いてんのかこら。そうしたら白昼堂々その肌を晒しちまうって寸法だ。あー、ドキドキするな。遊びはこうでなくっちゃな。じゃ、行ってくる。今日は一人だったんでしたね。アキオさんと遊んでる最中ですか。おお、超でけえ雲が張ってる。どこですか。予想外の展開だ。おい小僧、止めないとまずい。あいつは永遠町中を泣きながら走り続けるぞ。おい小僧、聞いてるのか。挟み撃ちだ。出ないと今回のサナエは止まらない。あーあら、今日のサナエさんはすごい勢いね。
いいか、お前はそっちだ。俺はあいつの後を追う。いいな。よし、行くぞ。うわー、サナエ、今のは俺じゃないぞ。しました。帰ってきたら家の前をお母さんが走ってました。どうせお父さんが言い出したことです。分かってます。でもなんだか楽しそうでした。はい、3人で遊んでるみたいに見えました。お父さんともお母さんともとても仲がいいです。はい、今までお父さんとお母さんと一緒に走った人はいませんでした。私も走るのは苦手なのでしたことなかったぐらいです。なのでともやくん、今日はとても絆を深めたんだと思います。大丈夫でした。全然怒ってなかったです。もしですか？いつも通りにできました。はい、それで来週の日曜は創立社祭です。はい、創立社祭は私たくさん楽しみたいと思ってます。今度は観客としてです。模擬店もたくさん出てますから、いろんなものを食べて回ります。そう決めました。一緒にいてほしいです。無理でしょうか？お仕事ありますか？もし都合が合えば創立社祭来てほしいです。それで私の隣にいてくれたらすごく嬉しいです。ともやくんと二人で
出し物を見て回りたいです。いろんなクラブの催しも見たいです。本当ですか？もちろん無理は言わないですので、できたらでいいです。でもそうしたいです。私のわがままですけど。岡崎くんさ、ちょっといいかな。今日の現場手違いで昼からになっちゃったんだ。で、遊ばせておくのもなんだから、これ整理してくれない？付け順に並べてくれればいいから。苦労さん、お茶入れるから一休みしていいよ。おう。お前が整理したのか。すごいな。いや、伝票の整理。俺には無理だからな。5分で切れる。忙しくなる。新しい契約が入ったからな。うちみたいな下請けでもかなり大きい仕事だ。細かいところまでは知らんが、額が1000万単位だ。親方もいろいろ無理をして義理を果たしてたからな。いつか親方も元請けになって会社を大きくしたいんだろう。
じゃない。俺たちがそうするんだ。違います、豚汁です。そんな歌ないです。いいです、私はただ楽しくて歌ってるだけです。創立社祭です。構わないです。それにこの一年は二人で頑張るってそう決めました。いえ、私は本当に構わないです。ただ智也くんが来てくれたら嬉しいなってそう思うだけです。はい。お疲れ様です。うちは少ないが、電気関係なら大概はする。基本は一緒だから、コツさえつかめば割合簡単だ。
テスターの針どうなってる？ならもう少し奥へ行ってくる。合図を出すから出たらブレーカーを上げてテストしろ。よし、ケーブルを30センチ持ってこい。両端の被膜は4センチずつ向け。ネズミか何かにかじられたんでしょう。これが原因です。一応処理はしておきましたので大丈夫でしょう。何かありましたら連絡ください。時間がないよね。夜勤入れますか？それだと負担が大きすぎるよ。岡崎。お前、土曜日出られるか？日曜は？そうか。じゃあ土曜日は出てくれ。日曜はもともと休みだから気にせず休め。お帰りなさいです。仕事ないですか？本当ですか？それはとても嬉しいです。これで創立者祭、ともやくんと過ごせます。もう少しでできます。待っててください。ここは玉交換と清掃だけだな。
先に弾を外してこい。どうかしたか？ちょっと待て。足踏み外して落ちたら腹筋がいかれる。今すぐ降りてこい。右肩が上がらないんだったよな。早くしろ。言ってどうなることでもないだろう。それとも治る見込みがあるのか。ならいいだろう。落ち着け。
でも努力はしてただろ。確かに肩が上がらないってのは、この仕事には向かないと思う。けど、お前はずっと努力してたし、どうにもならないような時でも、自分で何とかしようとしてただろう。俺はそれをずっと見てきた。礼なんて言うな。俺は礼を言われることなんてしていない。いや、できなかった。お前のせいでな。手伝ってやろうにも、黙ったまま一人でやるもんだから手伝えなかった。けど、今後は俺を頼る。何のために俺がいると思ってるんだ。言っておくが、お前のことで迷惑なんて思ったことはない。だから、遠慮なく頼れ。俺も一人じゃ何もできない。だから、親方や仲間のみんな、お前がいる。仕事だからな。できないことは頼っていいんだ。そして、その時には聞かせてもらおう。例の言葉をな。お疲れさん。暑い中ご苦労さん。そういや坊主、タオル持ってないんか。ジョニーさん、タオルってなかったですかね。伝票入れの下にあっただろ、ボーイ。おお、あったあった。坊主、これ持ってけや。何、もらいもんだから気にすんな、ボーイ。さっさとつけろ。作業着に通してしっかり締める。毎日見てるだろうが。
あとこれ。なしでベルト締めるのか。今日発見だから手早くな。最初はどこだ。確認しろ。前も言っただろ。やってこい。分電盤のチェック、弾交換と清掃だから一人でできるだろう。それくらいできるだろう。問題ない。じゃあちょっと待ってろ。よし、まあいいだろう。あれでいい。
もういい。毎日同じことやってるんだからな。当然だろ。じゃあ始めるぞ。さっき説明した手順、覚えてるな。よし。あと、今日は後で補助してくれ。防水ボックスの修理だからな。シャニッパ取ってくれ。手が塞がって取れないんだ。左手によこせ。あと三振の VVF ケーブルの210mm、両端の皮剥いとけ。4センチ出してればどっちでもできる。覚えとけ。25、いや38のラッピング取ってくれ。長さは何年でやっとくか。燃えたらことだしな。ああそんなもんだ。よくわかったな。黒のブッシュ切っとけ。
切り口の枠に合うように寸法は任せる。じゃあ片付けてくれ。こっちも終わる。今日は手際が良かったな。まあ覚えてなきゃ怒鳴るだけだが。岡崎君、悪いんだけどちょっと待っててもらえるかな。いやね、吉野が急な仕事で他の現場に呼ばれちゃっていないんだよ。すぐに済むって言ってたから、とりあえずは待ってておいてよ。岡崎くん、ちょっと。今日の現場なんだけど、地図と伝票を持ってるかな。品番全部わかる？先に現場行って作業しておいてよ。吉野捕まえたら向かわせるから。送っていくから。はしごと部品は全部運ぶし、
今日は重機いらないはずだから。そろそろ大丈夫じゃないかって吉野と言ってたとこだったからね。まあ何かあったら連絡だけは忘れないようにね。これ一人でやったのか。接点の処理確かめたか。被膜きちんと取ったか。掃除したか。よし、よくやった。工具軽トラに積んでおけ。送ってやろう。通電してるから大丈夫か。気にするな。明日休みだろ。学園祭だったか。
彼女と行くのか。そうか、ゆっくり休んでこい。じゃあ帰るか。よく眠れましたか？私ですか？私はたっぷり寝られました。決してそんなことないと思います。子供じゃないです。トモヤ君の方こそワクワクして寝られなかったんじゃないですか？それはデートだからです。ですからトモヤ君寝られなかったはずです。それは私とデートだからです。あんまり可愛くない彼女でごめんなさいですけど、して寝られなかったはずです。それはデートだからです。こんな可愛い彼女とって自分でこんなこと言ってたくないです。行きます。はい、待ってます。行ってきます。岡崎君かい？あのさ、昨日の現場で何があったか知らないかい？いや、さっき吉野が、すみません、俺のミスですから直してきますって。
し訳ありません、俺のミスですとしか言わないんだよ。いや、岡崎君が行く必要はないんだけど。疲れてるだろ。何が？俺のミスだ。お前のせいじゃない。仕事の邪魔だ。帰れ。ダメだ。帰れ。でかい声を出すな。聞き分けのない子供か、お前は。帰れって言ってるだろ。お前の不始末を見つけられなかった。だから俺のミスだ。頭なんか下げなくてもいい。帰れ。楽しみにしてたんだろう。学園祭だ。お前、自分で言ってたじゃないか。彼女待ってるんだろ。なら、そばにいてやれ。それが岡崎の役目だ。どうしてだ？今日は楽しんでくればいい。
2号の低圧絶縁管6メートル持ってこい。今すぐ。さっさと動け。謝らないでください。智也くんは何も謝るようなことしてないです。初めからこうなるかもしれないって言ってくれてました。それなのに私一人で浮かれて来てほしいようなこと言い続けて、智也くんをこんな風に焦らせて心配かけて、謝るのは私の方です。わがまま言ってごめんなさいでした。はい。じゃあ、一つだけ、わがまま言っていいですか？これを、一緒に食べてください。冷めてしまっていますけど、とても大きいです。夕ご飯、食べられなくなりそうです。そうですよね。